キチャンネル。ちょっ、こんにちは。なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。はい、今日はプロ野球界のなんでだろう話。はい、はい、やっぱりね、こうやって野球界に長くこう、うん、ちょっとこう見てきても、やっぱりなんか疑問って、うん、なんでだろうと思うことって、まあ、それはね、うん、それはまああるよね、うんうん、で、まあ今年で言うと、うん、まあ、米じゃないよね。え、米じゃないよね。米系じゃないよね。米系は違う。まあまあ、もういいです。もういいです。で、今年で言うと、うん、まあ、シーズンが終わってドラフトも終わって戦力外っていうのがね、うん、出ました。結構今年、いや、またできるでしょとか、うんうん、結構チームのまだ主力になりそうっていう選手が、うん、戦力外になったりしてるわけですよ、うん、各チーム、うん、基準ってどこにあるのというか、戦力外の、そう、どうやって戦力外って決めてるんだろうっていうのは気になります、うんうん、大きく分けたらね、はい、4つの理由ある。4つ。まず1つ目、うん、1つ目はもう、ちょっと言い方悪いよ、はい、下手くそすぎると、うん、もう未来もないと、はい、ね、どう考えてもこいつ無理やと、うん、もう取ったのが間違いだったと、はい、もう成長するかと思ったけどしなかったと、うん、もう本当に使い物にならないからクビ、可能性を感じないということですね。そうが戦力外、はい、まあ、これが多分多くの人が戦力外になるときに思ってる、ほぼクブクリンの人が思ってるこの理由だと思うんだけど、うん、これは所詮4つの中の1個だから、だからいわゆるもう1軍にあまり上がることもなく、うん、2軍でずっとこう終えるみたいな、ね、うんうん、そうそうそう、でこれ1つ、はい、だこれが多分多くの人が思ってるから、うん、え、なんでまだ使えるのに戦力外になるのって多分思うと思うんだよね、うん、はい、2つ目、はい、お金の問題です。あ、やっぱりね、はい、安い選手っていうのは、うん、クビになりにくいね、うん、やっぱ数もいた方がね、試合もやらなきゃいけないし、うん、そんな支出にも影響しないし、うん、でも、もうあんまり伸びしろもないなと、うん、で給料高すぎるなと、はい、これはもう自由契約やなっていう、うん、っていう、で、あとは中身どうか分かんないけども、はい、今年で言うとソードバンカーだと森とかね、はい、とかはひょっとしたら減額制限以上の来期の年俸のオファーがあった中でそのままホークスに残るのか、はい、自由契約を選ぶのか、うん、だから昔で言うと新井貴弘とかね、はい、あとは金子千尋とか、うん、そういう部類かも分かんないけど、はい、森はそういうそれを拒んだから自由契約になってる選手たちもいるわけ。残留の道もなくはなかった、なくはなかったけども減額制限以上の年俸提示を受けて、うん、1億円以上だったら 40%、うん、1億円未満だったら 25% っていう減額制限以上の年俸を受ければ、うん、選手側からはそれを拒否して自由契約になれる権利もあるから、うん、そういったお金の都合で戦力外自由契約になった選手ってもいるわけ。あ、なるほど。そういった選手はいや、まだできるやんと思うかも分かんないけども、元いたチームからしたらコストパフォーマンスが見合ってないと、このぐらいのコストだったらいていいよっていうけども、これぐらいのコスト払うんだったら無理だからっていうところの、いやいや、それだったら僕はもう違うチームを見探しますっていうところで、うん、資金面においての自由契約っていうところもあるんで、うん、そういうやり取りがあってもなくても、うん、一気にこの公式にこの人たちが戦力外ですって言えると、うんうん、やっぱりファンたちは、え、なんでってね、そうそうそう、そう見えないからね。そうなんです。その年俸のお互いの、うん、交渉みたいな、交渉がまとまらなかったんで、うん、自由契約選ばれましたみたいなのは、うん、そんなすぐ出ないからね、から、なんでやっていうの出るけど、うん、まあ、これが2つ目ね、はい、お金、うん、はい、3つ目が、はい、キャラかぶり多いと。あ、同じ年数、うん、同じ使い方、うん、キャラかぶり多いから、うん、誰かを取ったら誰かを出した方が、うん、どうせ使わないからっていう能力はあるかもしれないけども、キャラかぶりで戦力外になるから。あ、なるほど。だから今年で言うと中地だね、はい、だからジャイアンツで中地戦力外になってね、ドラゴンズに行くことになったけども、うん、あとは上林とかね、そうですね、もうそうだけども、うん、やっぱジャイアンツで言うとあの中地の枠って言ったら、うん、まあ、長野がいるから、同じような右の代打、はい、ベテランクラスっていうところで、うん、ね、で、まあ、あの今年前だったら、まあ、マッチはね、あの引退したけども、はい、中地、マッチ、長田、長野と同じ年代で右の代打ファースト組がどんだけいるんやって話だね、はい、でそうなったところで若い選手、秋広も出てきた、門脇も出てきたってなると、そのポジションは必ずいるんだけども、やっぱスリム化させなきゃいけないってなった時に、マッチはね、まあ、引退になった、長田はね、まあ、最後こうなってあの自由契約の道選んで外に出るけども、はい、まあ、これはひょっとしたら残る可能性もあった、うん、で中地と長野、うん、どっち取るんやってなったら、はい、そりゃまあ長野じゃんね、まあまあ歴史、外野も守れるしね、うん、歴史的背景もあるし、うん、ってなったらやっぱキャラかぶりになるから、うん、じゃあファーストしか守れない、はい、代打しかない、右、うん、
じゃあ長野と中地、じゃあ長野とロッジャー中地は占領会にしようっていう風になって、うん、で上林も今年ね、はい、ホークスで、うん、柳町も出てきた、はい、牧原も外野になってきたっていうところで、うん、他の選手がどんどんね、はい、同じようなキャラクターがどんどん一軍で居場所を見つけてくるようになったら、はい、やっぱキャラかぶりになっちゃうから、うん、いたらいたらでいいけども、はい、いても使わないから、うん、それだったら取ってきたらやめさせなきゃいけないから、うん、キャラかぶりの選手たちはもうやめさせようっていうところで占領会になったっていう、うん、なるほど、これが3つ目、はい、で4つ目は親心っす。あー、なるほど。このままいても使わないから、うん、占領会にして他行けっていう。なるほど、絶対他が取ってくれるから、うん、もううちは手放すよっていう、うんうん、うちでいてももう使わへんと、はい、無理やと、うん、だからもう自由契約にするから、うん、他まだチャンスあるだろうから、うん、他行って頑張れっていう親心自由契約、うん、なるほど。大体この4つに分類されると思う、はい、それどれかはね、分かんないよ、うん、外にいる人間はね、うん、だこの4つが大体戦力外に向けての、うん、だからこの前も俺は中地とか、うん、あの上林、はい、そして山本、はい、山本なんかもそうじゃん、うん、もう木浪、小畑が入荷埋まってきましたっていうところで、もうあのまま山本がいても出るとこないわけじゃん ね、 ね、だからその山本北条っていうところを、うん、まあもうね年齢もあるし、うん、使おうと思ったら使えるけども使う道もないから戦力外にして若い高校生を入荷取って、これチームとしては最高にバランスいいよね、うん、はい、でもそしたら山本が出て、そしたら中日に行くことになって、うん、はい、であと板山も中日っていうところで、コメント欄にそのなんかいいいいばっかり言うけども、うん、なんで戦力外になったかとか考えないのみたいな、うん、だそういう人たちは能力が落ちてるから、うん、1個目だと思っちゃって1個目だと思ってるからそういうコメントが出るんだけども、はい、これ4つに分類するんですよっていう、うんうん、山本とかは典型的にチームのスリム化を図った世代交代の居場所がなくなって、はい、もう戦力外にしてあげて、うん、どっか他行けるんちゃうかっていうところは入ってると思うんだよね、はい、押し出される感じでね、うんうん、で中地とかね、うん、言った通りだし上林とかもそう、はい、だいたいどっから4つある。確かに能力はあるけど戦力になってる人たちって違うチームに行ってからも活躍することって結構十分ある十分ある。会社とかもそうじゃん、うん、だからそこにプロ野球は70人っていう枠とキャパが決まってるから、うん、それは出したくないけど新人も取らなきゃいけない、うん、外国人も取らなきゃいけない、自分たちの足りないところを補強しなきゃいけない、うん、そうなったら足りてるところはもう出そうっていうのもね、まあ、それはチームとして組織として当たり前だし、うん、それが逆にね選手個人にとったらプラスのこともあるからね、うん、はい、そういった意味での戦力外も深いのよ、うん、よくよく考えていくと、ね、楽天にいたサブちゃんなんて戦力外になってから楽天でフル回転でしたからね、うん、そうそうそう、でそういうこともあるってことですね、うんうんうん、でそんでもし行くとこなかったら、はい、出戻りで育成っていうのもあるわけじゃん。あー、まあ、そうですね、うん、それは行くとこあると思ったけど、うん、行くとこないんだったら司会しないか枠ないけど、うん、まだチャンスあるから育成でもどうやっていう、うん、はい、1回市場に出すけども、あ、思ったより取ってくれるとこなかった、じゃあまだうちで使うから育成どうぞっていうパターンもあるわ。あ、なるほど、出戻りも、うん、だからそういったところは優しさもあるよね、うん、戦力外もなるほど、優しさ戦力外っていうのもあるわけですね。あるある、全部がね、うん、まあ、大半は1だと思うよ、はい、大半はね、ほとんどね、うんうん、大半の選手はまあ能力なくて、うん、もうこれは見切りをつけられてっていうところもあるけども、はい、他の3つっていうのもね、はい、それ十分考えられる、はいはい、さあ、ちょっと長くなりましたが、うん、まだあと2つぐらい聞いてるんですけど、うん、はい、いいですか、はい、行きましょう。2つ目、あのトライアウトってあるじゃないですか、うん、戦力外になった後、うんうん、あれ結構出る人出ない人いません、うん、まあ、いるね。なんで出ないんだろうみたいな、なんかこう実績があったら出なくても取ってもらえるかなみたいな、うん、なんとなくイメージがあるんですけど、うん、でも結構出ない人いるなっていう。そうですね、はい、まあ、まずね、うん、その出ない理由2つあります、うん、はい、1つ、はい、取ってくれるかどうか分かんないのに、うん、行くことによってお金がかかる。あー、遠征費、うん、もうかかるわけじゃんね、はい、ね、うん、で、もう一つ、はい、1年間ね、これ何回も聞いて1年間見てきてるわけだから、はい、トライアウトでそれは結果出ないより出た方がいいよ、うん、三振取ったからって、うん、打ったからって、うん、関係ないですって。え、ちょっとはありません。ない、ない、1ミリもない、1ミリも。トライアウト見て、あ、この人意外といいなと思って、元気かどうか見に来てるだけだから。あ、動けてるかなちゃんとみたいな、動き鈍くないかなっていう最終確認、はい、最終確認だから、うん、最終確認で取るかどうかだから、はい、まあ、さっきはまあないって言ったけども、ひょっとしたらあるかも分かんないけども、うん、ほぼほぼもう誰に目つけてるか決まってるけど、フラットに見に来てるやつなんていないから。あとはトライアウトには NPB だけじゃなくて、うん、独立リーグだったりとか、うんうん、他の社会人野球だったりとかも見に来てるから、はい、NPB 以外のところにチャンスが
巡ってくるっていう可能性もあるから、うん、はい、それにかけて行ってる選手たちもいると思う。そっか、そっちはやっぱりこう一回見てもらおうっていうので、うん、アピールの場としては必要なわけですね。でもう一つは、うん、まあ、そのね、そういうトライアウトに出るような選手たちっていうのは、はい、やっぱ引退試合とかしてもらってないから、うん、まあ、それが家族にけじめとなる、家族にのに優勝を見せる、うん、その最後の引退試合にするパターンも俺は大事だと思うからね、うん、そのきっかけっていうかね、確かに家族見てること多いですもんね、うん、っていうのの場所でもあるけども、はい、1年間見てきてるわけだから、うん、しかももう何かしらの出しもひょっとしたらあるかもわかんないしね、うん、どっかからのね、あ、もう早い、タンバリングじゃない連絡みたいな、うん、まあ、ちょっと早めに、うん、もうあるかもわかんない、そういった選手はもうね、うん、出ないからね、そうですね、うん、だから正直ね、まあ、もちろん活躍したりした方がいいけども、1年間のその人たちのプレーとか成績とか他の球団のこれ見てきてなかったらもうその球団クソだから ね、 そうですね、みたいな、うん、トライアウトで初めて見たとかないよねみたいな、はい、それがよフラッと、うん、監督もじゃあトライアウト見に行こうかなって言って初めて見るけどあの選手いいな、わかるよ、うん、編成スカウトが、はい、初めて見ましたトライアウトでもうやめろやめろみたいな、うん、感じになるからね、はい、だからそういうたまにポーってくる監督が初めて見て、うん、おーと思って引っかかる可能性もなきにしもあらずだけどね、うん、いやなんかよくこのもう一ただのファンとしては戦力外通告って男たちのドキュメンタリーとか結構テレビでやるじゃないですか、うん、あれを見た時にトライアウトに行かずにその連絡を待つ、うんうんうん、でもどこからも声が来なかったとかいう場面もあるわけじゃないですか、うんうん、なんでじゃあトライアウト行かなかったのってなんかやっぱ素直に思っちゃうんですよ、うんうん、でもそれってなんかこう、まあ、行かなくてもいいだろうっていう心境なんで、あとはもうそこでもうきっぱり野球とは縁を切って違うことにリスタートするっていう、うん、だからもうそこまで行ってまでじゃなくても来なかったらやめるっていう、まあ独立とかではなくても野球をやめるっていう、っていうでも野球やめるっていう、うん、連絡来なかったら野球やめるっていう、そう独立リーグとか社会人行ってまでもやんないと、うん、もう連絡来なかったら野球やめるっていうけじめかもわかんないよね、だから別に連絡来なかったら行かなくてもいいか、そう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 、あ、なるほど、ね、で1年間見てきてるわけだから、はい、ちょっと今の納得しました、うん、はい、というところかな、はい、はい、うん、さあともう一つだけいいですか、はい、なんかのこうちょっとこう耳にしたんですけど、うんうん、プロ野球選手引退して8割ぐらいが自己破産する人いるみたいな、いや俺もいやそんなことあるみたいな、それ見た俺、見ました、はい、見た瞬間思ったよ、うん、なわけないやっいやですよね、でもそれを信じてる人たちめっちゃいるから、うん、これはもう訂正しとかなきゃ、はい、あれは嘘です、うん、嘘ですか、8割だよ、8割っていうと1軍ね、70人だよ、56人破産してんだよ、12球団で600人オーバー1年間在籍してる中で破産するんだよ、普通に考えたらそんなことのありえるわけないやん、佐藤さんの身の回りとか元チームメイトとか、うん、自己破産したことある人っていうのは聞いたことないないんだ、聞いたことない、はい、うん、だってもしじゃあ、うん、ロッテだったら、はい、清水尚、うん、里崎、はい、福浦、うん、堀、うん、今江、うん、西岡、はい、でベニー、うん、サブロー、うん、マット・フランコ、うん、9人、うん、で DH イスンヨプ、うん、入れたら10人、はい、8割自己破産だったら、うん、8人自己破産してるんだよ、いやもうチームの中 の、 そのスタメンがじゃあ2割なのかなみたいな、ここ生き残りみたいな、はい、生き残りそう、生き残り、でもここからピッチャーでいうと渡辺俊ちゃん、あ、そうか、小野伸吾、うん、久保康人、うん、で小林宏之、うん、でセラフィに、うん、ちょっと逮捕されちゃったけどであの藤田、薮田、小林正秀、うん、まあ、逮捕者ちょっと1人で、まあ、で出てるけど、はい、今言った中で自己破産してる人、うん、俺が知らんだけかも分かんないけど、うん、いないと思う、まあ確かにだって俺でしょ、うん、そのもう自己破産してますって異常不便みたいなアホや、うん、何言っとんねんって話や、うん、で清水尚さんもしてんやろ、はい、で福浦さん今コーチやろ、イスンヨプ監督やろ、はい、で堀さんコーチやろ、うん、今井楽天の監督やろ、うん、で西岡北九州の監督やろ、はい、ベニーハワイで仕事しながら生活してるやろ、うん、でサブローロッテの日本監督やろ、うん、でライトマット・フランコ、うん、あれカート・ラッセルの甥っ子だからね、はい、誰が自己破産すんの確かにおかしいやん、いや私も結構 OB の方とお仕事するじゃないですか、プロ野球ニュースとか、うんうんうん、YouTube とかいろいろ、こういう人たちはみんな2割の人なのかみたいな、おかしいって、だからもうひょっとしたらよ2割の自己破産も言い過ぎやと思うよ、うん、まあでも自己破産ってそうそうするもんじゃないですからね、2%とかじゃない、
うん、そういないとは言わないよ、うん、いやそうですね、うん、いないとは言わないけど、うん、影響力考えると、はい、平田も言っちゃダメよ正直そうですね、台本かなんか分かんないけど乗っかって、うんうん、それはやっぱりプロ野球 OB の人たちに、はい、その嘘は、うん、事実じゃないことは迷惑かかるって、うん、そうやって思われるじゃん。そうですね、うん、そう他にいたらしなくて、だからそうあまり活躍をこう NPB でせずに引退した方って、うん、じゃあみんなそうなっちゃうのかなって印象がなんかそうなっちゃいますよね、うんうん、野球を本当に辞めてから活躍起業して活躍する方とか、うん、本当に普通に会社員になって就職する方とか、うん、結構いろいろいるじゃないですか、うんうん、でも確かにそういう噂があるとあれみんなじゃあ生活に相当苦しくなっちゃうんだって印象になっちゃいますよね。頑張ってる選手たちも、うんね、元 OB のね、うん、もう今一般就職して企業で働いたりとか、うん、あと自分の家の農家やったりとか、はい、自営のことやったりとか、うん、頑張ってる人たちもいっぱいいる中で、うん、やっぱそういう変な印象を持たされると、うんうん、事実じゃないからね、これ事実だったらいいけどね、うん、やっぱ事実じゃないから、うん、それはやっぱりいいことじゃないと思うから、はい、やっぱここは佐々木チャンネルの影響力を持って、うんはい、そんなこと絶対ないっていう、はい、そして1割も多分ないですね、うんうん、8割破産してたらやばいってやばいですね、どんなんやねんっていう、まあ、そのデータ出てるんだったらプロ野球選手になりたいと思う子供少なくなっちゃいますよ。うん、あとはもうそれを誰も学習しないって頭悪いよ。そうですね、もう全員破産して、うん、だって8割破産ってもう全員って言ってもいいぐらい、ほぼですそうですね絶対いないとは言えないよ、うん、そうあの逮捕される人もいるからね、うんうん、毎年1回ぐらいね、うん、だって逮捕される人もよ、うん、そんなもう何百人何千人何万人と OB いて、うん、ちょっとじゃん、はいねうん、だからねちょっと皆さんに訂正したいのは、はいプロ野球選手引退後8割破産そんなわけないです、はい、あと最後にですね、はい、皆さんがプロ野球のなんか疑問、うん、こうやってどうなんだろうとか、はい、こういう噂聞いてことありますけどどうなんですかとか、うん、っていうところのなんでだろう疑問、はい、コメント欄にね、うん、ぜひ書いてもらえれば、うん、また次回で、ね、採用したいと思いますので、はい、コメント欄でお待ちしてます。お待ちしてます。